ただいまのお時間、午後10時30分を回りました。今週も始まりました、小室ゆりの夜サプリ。ここから30分間お付き合いくださいね。この番組は誰にも言えない男女の深い悩みを解消しております、男女コミュニケーション専門家、小室ゆりがお届けいたします。あなたの恋と愛に役立つ夜に聞きたいサプリメント的バラエティ番組です。この番組はあなたの強みを発見する AK インフィニティ、占い癒しところ薬も庵、恋愛スキル協会リコモ、沖縄の地鶏を育てる琉球食系、ダイアログデザインラボ提供、沖縄県 FM 宜野湾、神奈川県 FM 大和の2局ネットでお送りしております。車で聞いてくださっているそこのあなた、夜道の運転くれぐれも気をつけてくださいね。では今週もよろしくお願いします。あなたのためのパーソナリティ、男女コミュニケーション専門家、小室ゆりです。先週末ですね、熊本に行ってまいりました。何しに行ったのかというと、知り合いのオーダースーツ屋さんが新店舗を出したということで、レセプションパーティーにお誘いをいただきまして行ってまいりました。そのレセプションパーティーの前にちょっとだけ観光をしてきた。やっぱりいいですね、熊本大好きです。本当に私が車ドライブレンタカー借りて運転してたんですけど、自然が雄大すぎる。で、赤牛いたりとかね、ヤギさんいたりとか羊さんいたりとか、ヤギだー羊だーってこう会うたび会うたびドライバーが叫ぶっていうそんな楽しい、プチ旅行をしてまいりまして、熊本といえばもちろん地場の素材も美味しいわけですが、私がここでおすすめしたいのは、知ってるかな、ねえねえ、日本の三大メーカーって知ってます？日本の三大メーカー、八つ橋、赤福、さあもう一つは何でしょう。あちちちちちちちぽーん、答え、いきなり団子。ここね、出てこない方たくさんいらっしゃるんです。小室ゆりのおすすめいきなり団子、ぜひ召し上がってみてください。その中でも七尾庵というメーカーさんのいきなり団子が私はおすすめです。七尾庵いきなり団子、ぜひ検索してみてください。小室ゆりのおすすめはチンしたいきなり団子、温めて食べられる状態になったいきなり団子を軽くバターでソテーする、ないし油で素揚げする、これめっちゃ美味しいです。おすすめです。さて、今週お渡しする夜に聞きたいサプリメントは気になるサプリ。このコーナーは私、小室ゆりが気になったニュースや情報をピックアップしてお届けいたします。今週はですね、私が気になったというか、私が当事者になった話なんですけれども、文春オンライン2021年11月2日のこんな記事、 AV 史上最大規模無修正動画の中国サイト大量流出に業界が危機感。ちょっと真剣に話してみたいと思います。ご期待ください。そして今週は毎月2週目ですね、共感一言サプリ。相手の信頼を共感誘発行動でググッと引き寄せちゃう、共感コミュニケーショントレーナー新田昭嗣先生に教えていただく男と女の幸せ演出。今週はですね、人生の目標を持つ、これが男と女の幸せ演出に非常に重要になってくる、そんなお話をしていただいておりますよ。楽しみにしていてください。そしてDMM オンラインサロンがもう大人気です。ほぼ満席だそうです。大阪の占い癒しところ薬も庵オーナー萩原薬も先生監修によるあなたの恋と愛に役立つ週末の占いサプリお届けします。今週は2021年もハッピーになる、そんな今週の準備のアクション教えていただきます。執筆のご担当は鎌倉長谷の占い師 DT 岩瀬さんに引き続きお願いしておりますよ。楽しみにしていてください。番組では皆さんからのメールメッセージ募集しております。こんなゲストを呼んでほしいなんてことがあったら、ぜひメールでご連絡くださいね。 FM 大和をお聞きの方は
メールアドレス、yuri@fmyamato.co.jp。yuri@fmyamato.co.jp へ。FM ギノワンをお聞きの方は、メールアドレス797@fmginowan.com、数字の797@fmginowan.com へ送ってください。たくさんの応援メッセージお待ちしております。気になるサプリ。このコーナーは私小室由里が気になったニュースや情報をピックアップしてお届けいたします。ということで、オープニングでもお話ししましたけれども、2021年11月2日に週刊文春オンライン、そして翌々日4日に発売されました週刊文春にも掲載されております。 AV 史上最大規模無修正動画の中国サイト大量流出に業界が激化。このニュースについて、元女優である私小室由里がお話ししていきたいと思いますが、文春オンラインさんの中、そして文春本誌の中でもコメントを寄せさせていただいておりますので、まだねご覧になれる方はぜひ読んでいただきたいなと思うんですけれども、この流出ってあってはならないことは当然なんですけれども、実は年にだいたい、そうですね、20本から30本ぐらいはなんやかんやと流出してしまっていたというのが事実なんですが、今回はですね、 AV 史上 AV の歴史って40年ぐらいなんですね。その歴史上最大規模だと言われています。私が知る限りでもやはり最大規模の本数が同時に、しかもそれが販売されてるらしいんですね。中国で販売されてる。いかがなものかなと思うんですけれども、もちろん流出させないのが当たり前のことで、これはもうメーカーさん、そして関わった人と言っちゃうとちょっとね広くなりすぎてしまうんですけれども、その方たちの危機管理がなかったっていうのがまあまあ問題の根源だなと思うんですが、なんでそうなってしまったのか、これはあくまで小室由里の個人的解釈、女優さんの未来、人権、そういうものを考えたことがないんだろうなって思うんですね。私も AV 女優業を卒業してからかれこれ25年経つんですけれども、私の素材というものはまだメーカーさんが持っているし、作品になったものはインターネットを検索すれば見られる。私たち女優、過去の女優も含め、以前はですね、インターネットというものが本当にできる前は忘れられていく存在であったはずなんです。それが素材や作品がインターネット上に残るということで、忘れられる権利というものがなくなってしまったんですね。忘れられるからこそ、その刹那的な仕事、もしかしたら誰かの記憶に一生残り続ける、こびりつくように脳内に残る、そんな仕事であったとしても、いつか消えてしまうかもしれないから、そんなわずかな望みにかけて覚悟を持ってやってる女性もいっぱいいるんですけど、その権利が奪われて未来永劫自分のセックスのシーンが残ってしまうというのは、女優という刹那的な存在であった女性の未来への希望、権利奪ってしまう、そんなところに制作者サイドが意識が向いてないことが原因だろうなって。いや、そんなことはね、俺たちには関係ないよって、これ内心のぶっちゃけ本音だと思います。だって女優さんって言ってみたら商品なので、その商品がその後どうなるかなんて関係ないわけですよね。作ってる方は、販売する方は、その商品をどう扱うかっていうのは消費者である視聴者の方に委ねられてしまう。だけど
女優という存在だった女性は生きていて、今も社会生活を営んでいるわけですよね。そこへの認識っていうのを今回の事件で業界側がもう一度改めなくてはいけない、学び直さなければ業界自体が維持存続が難しい、そんなターニングポイントに来ているんじゃないかなって。この業界でしか生きられない、そんな人もいるわけですよ。それは男性女性スタッフ女優問わずです。この業界でしか生きられない、他の業界に移れない人たちがいるのであれば、やっぱり自分たちの社会的位置、立ち振る舞い、人としての考え方っていうのをね、自分たちだけの考えではなく、社会を構成している一員としてどうしていくのか、改めないといけないんじゃないかなって思うんですよね。これツイッターにも発信させていただいたんですけれども、視聴者さんに見ないでくださいっていうお願いをさせてもらいました。メーカー、制作者に罪を問うのも当然なんですけれども、そこを罪に問いたとしても、私たち女性、女優だった女性たちの尊厳は守られないわけですよ。権利はもう奪われてしまっている。これを最後の最後の瀬戸際で守ってくださるのは視聴者である方たち。作品は見るけれども素材は見ないと。視聴者お一人お一人の良心にかけるしかないんですよね。だって私たち女優って作品に対する権利が一切ないんですよ。海外のサーバーに置かれている無修正に近い動画、これを削除してください、私ここの中に出演している女優ですと言ったとしても、海外のそのサイトさんからは、あなたにはこれを訴える権利はありませんと弾かれてしまうんです。私たち女優、元女優は自分の作品に対する権利を一切合切お渡しするという、そんな契約が結ばれているんですね。よく読むとそうなってる。19、20歳の女の子が AV に出てこの契約書を結ぶことの危険性っていうのは今だからこそわかるんですけど、読み切れるわけないんですよね、こういう契約書。だから AV が好きだ、 AV 女優を応援したいと思ってくださるファンの方に、作品は見て、だけど素材、料理する前のじゃがいもや人参は食べないでくださいね、ちゃんとカレーになってから食べてくださいね、ということをお願いさせてもらったんです。これに対して、いや、こういうことを発信すること自体がこれを拡散していることではないのかと、そういうご意見もいただいたんですけれども、遅かれ早かれ分かることなんですよ。分かることなんだから隠したってしょうがないんですよ。この件に関して自分が責任を取れる、こうやって発信して、自分も今回は当事者ではないけれども、いずれ当事者になる可能性がある存在なんです。だって私の素材メーカーさんが持ってるわけですから。であれば、私は発信者側に回ることで、自分の発言と行動と自分の過去に対する責任を持つという意識の中でこの発信をさせていただいています。もう一つお願いしたいのが、5年ルールといって、発売から5年経ったらその作品を削除申請できる、こんなルールが業界にはあるんですね。ただこの削除の申請をしたとしても、著作権、自分がこの作品に関わった出演者としての権利というものは戻ってこないんです。これを今回のことで削除する権利とともに、あなた方女優女性に著作権を返します、こういう取り組みもしてもらいたいなって正直思いました。そうすれば5年ルールの中で削除をして、著作権も返してもらって、自分の権利を守るのか、またはその作品を残して今度は新たに契約をするのか、要は自分の作品を今度収益化させるということも女優自身が選べるわけですよね。
AV 業界が今後生き残っていくためには、女性の人権と未来を守る、こんな当たり前だけど業界にとっては新たな視点を考え直していただく必要があるのではないかと思いました。好きな人に振り向いてもらえない、いつも振られちゃう、恋人の気持ちがわからない、そんなあなたへ、恋愛スキルアカデミーは、恋愛から婚活、夫婦円満まで、あなたの恋と愛に役立つスキルを学べる講座です。性格診断や話し方、夜の生活まで、経験豊富な専門家があなたをお待ちしています。もう、一人で悩まないで。お問い合わせは、インターネット検索、恋愛スキル協会へ。沖縄初のブランド地鶏、福雪地鶏。8ヶ月の時間をかけ大切に育てています。沖縄の自然の恵みをあなたへ。インターネット検索は福雪地鶏。あなたの生きにくさは変えられます。四柱推命、行動心理学、USP コンサルティングを合わせたカウンセリング。プロファイラーをしたりがあなたの生きにくさを解消します。USP プロファイリングで検索。毎月2週目は共感一言サプリ。ご担当いただくのは共感コミュニケーショントレーナー、新田明嗣先生です。男と女の幸せ演出、今週のテーマは人生の主人公として人生の目標を持とうです。それでは新田先生、よろしくお願いします。はい、皆様こんばんは。共感コミュニケーショントレーナーの新田明嗣です。女と男の幸せ演出、今回のテーマは人生の主人公として人生の目標を持とうというものです。映画にせよ、ドラマにせよ、漫画にせよ、基本的に物語の中には主人公という存在がいます。例外はあるにせよ、一般的には視聴者や読者はこの主人公に感情移入して主人公を追いかけながら物語を紐解いていくというのがエンターテインメントコンテンツの手法です。よく自分の人生の主人公は自分だと言ったりしますけれども、私は案外その言葉は外れていないと思ってるんです。自分の人生という物語を応援してくれたり、一緒に歩もうとしてくれたりする人たちは、あなたという主人公を詳しく知って感情移入して、あなたのことをどんどん好きになってくれるわけなんです。つまり、視聴者や読者がどのように主人公を好きになっていくのかという理屈が分かっていると、日常生活の中でも人を引きつけるコツが分かってくるわけなんです。そこで今回覚えていただきたいのは、主人公であるあなたが何かを目指しているアピールをしようということです。例えば、もはや国民的漫画もしくは国民的アニメとして知られるワンピースの主人公ルフィ、彼は海賊王を目指していますよね。海賊王になるためにはライバルを含めて様々な困難を乗り越えていかなくてはいけません。その困難一つ一つをどう乗り越えていくのかに、見ている方は胸を熱くする何かを感じていくわけなんです。まあ、もちろん日常生活の中で皆さんは海賊王を目指すことはないと思いますし、目指さないでくださいね。さて、あなた自身なりの目標、あなたなりの人生の目的で OK、そしてそこに向けてどんな活動をしているのかということをしっかりアピールしてみてください。応援されるということは、相手が自分に近づいてきているという証でもあるわけなんです。一つ気をつけていただきたいのは、過去形ではなく未来形で語ること。たとえ大きな困難を乗り越えた過去があったとしても、過去のこと、それだけを話してしまうと単なる武勇伝になってしまいます。要するに手柄自慢ですね。そうならないよう、未来に向けて進んでいくように見せていきましょう。
それでは今日はここまで。次回もどうぞお楽しみに。共感コミュニケーショントレーナーの新田明嗣がお送りいたしました。新田先生ありがとうございました。未来に向けた叶えたい夢、これ目標として掲げておくことって本当に大事だと思います。で、わかる、過去を語る人本当にめんどくさい。過去は過去です。未来を語っていきましょう。新田先生ありがとうございました。エンターテインメントの手法を応用したビジネスからプライベートまで使えるコミュニケーションノウハウについて詳しくお知りになりたい方は、ダイアログデザインラボ、インターネット検索はカタカナでダイアログデザインラボへお願いいたします。踊れ踊れ私の占いサブリ。DMM オンラインサロンが大人気好評中です。占い癒し所ヤクモアンオーナー萩原ヤクモ先生監修によるあなたの恋と愛に役立つ週末の占いサプリです。今週の執筆ご担当は鎌倉の占い師 DT 岩瀬さんにお願いしております。今週も12星座で占いますよ。来年もハッピーになろう。今週するべきアクション編です。それではセクシーに参ります。お羊さん、今年の疲れもう溜まってない？こたつの中で私がゆっくり温めてあげる。お牛座、来年の予定を考え始めているわね。立派なラオウの国王号に乗って風を感じさせて。双子座、向上心が強くなっているわね。小室ゆりの講座で新しい自分を発見してね。蟹座、ちょっと、せっかく立てた予定をキャンセルするつもりなの？いつもと違うあなたの本音を耳元で聞かせてね。獅子座、イケイケでブレーキが効かないそんな週末、レーシングサーキットでハッスルしましょう。乙女座、年末のスケジュールもう決めちゃったの？そんなに焦らないで、ここ陰でのんびりお茶しましょう。天秤座、自分を見つめ直す時期に来ているわ。来年に向けてあなたの大きなお芋掘り出してね。サソリ座、少し自信過剰になっているかもよ。成り行き任せの旅で私をリードできるかしら。いて座、好きなものが分かってきた、そんなあなたね。夢に向かって来年の計画をビンビンに立ててね。ヤギ座、体がガッチガチな今週末、ハンモックヨガで吊るされてリラックスしましょう。水亀座、出会いがなくて困ってない？マッチングアプリで早く私を見つけて。魚座、忙しくて視野が狭くなってるでしょう。バードウォッチングだとか言って温泉で私を覗いちゃダメよ。大阪の占い癒し所ヤクモアンオーナー
萩原八雲先生の鑑定にご興味のある方は、占い DMM 八雲、漢数字の8に空の雲と検索してみてくださいね。そして今週の執筆担当は鎌倉の占い師 DT 岩瀬さんでした。あなたの恋と愛に役立つ夜に聞きたいサプリメント的バラエティ番組、小室ゆりの夜サプリ、そろそろエンディングの時間となりました。今週ね、前半コーナーの方で熱く語らせていただきました。そんな内容を YouTube でもお届けしております。 YouTube 友達 TV ウィークエンダーチャンネル内、小室ゆりのネットでウィークエンダー、伝説の AV 女優と呼ばれております小室ゆりが実際のニュース記事をもとに日本の性事情についてズバッとスパッと切っております。今日お話ししたね、流出の件も番外編でお話ししておりますので、ぜひぜひご覧ください。毎週土曜日22時配信中です。そして個人的に悩んでしまったあなたはこちらへ、24時間プロのカウンセラーに電話相談ができます。エキサイトお悩み相談室、インターネット検索はカタカナでエキサイト、漢字でお悩み相談、エキサイトお悩み相談で検索をお願いしますね。またですね、小室よりクラウドファンディング 700% 達成のお約束といたしまして掲げておりました、 PR のためのホームページがリニューアルいたしました。ガラッと変わっております。ぜひ見ていただきたい。小室よりホームページリニューアルしました。ぜひインターネット検索してみてください。検索は男女コミュニケーション専門家小室より、男女コミュニケーション専門家小室よりで検索をしてください。ここまでのお時間は誰にも言えない男女の深い悩みを解消しております。あなたのためのパーソナリティ、男女コミュニケーション専門家小室よりと、あなたの強みを発見する AK インフィニティ、占い癒しところ八雲庵、恋愛スキル協会リコモ、琉球食系ダイアログデザインラボの提供でお届けいたしました。この後はうんまくで柳原バーナー演芸集団 FEC オフィス所属のお笑い芸人さんが笑いやしゃべりを極めて FM ギノワンの人気番組を目指します。 FEC チューンド、水曜日の担当は比嘉亮斗さんと付着かえりさんのコンビ、デコボコトラベリングのビッグスモールです。お二人さん、造語で愛を探す言葉、パパ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 パオーン、二人は造語で私のこと愛してくれますか？最後にあなたにお渡しする夜に聞きたいサプリメント、恋の名言はこちらです。救いたいと思う相手に恋する人は自分が優れていたいという願望を隠している。オーストリアの心理学者アルフレッド・アドラーの名言です。恋というものは誰かに救われたいということなのかもしれませんね。来週もあなたが元気になれる夜サプリ用意して待っています。忘れずに取りに来てくださいね。欲しい。